よし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 よまあその今常駐してるところでさ、はい、また来週から現場買ってねちょっといる材料道具とかもあるからさ、はい、まああとヘルメットも作りたいからちょっとさ、はい、まあヘルメット作ってないからさ、あそうなんですか、そうそうちょうどヘルメットも作ろうかなと思って、はい、まあ、ちょっとあの工具屋さんに来ました、はい、ぜひちょっとあのね、まあ、僕が使う道具ちょっと見とってくださいまあ今度ゆくゆくは俺ちょっと安全帯でしたかとか紹介するでさ、はい、安全もだいぶ変わったで、あそうなんですか、ちょっとなんか足場のやつじゃないね今、へー足場用じゃないなんかいろいろなんか何でもつけれるようにさ、はいはいはい、でしかも俺の今会社3人おるの従業員が、はい、2人か俺合わせて3人だから、はい、全員ハーネス一緒なんです、そうかっこいいじゃん、はい、全員合わせた炎が、はい、全員俺と一緒のハーネスで全員一緒の腰袋全員一緒の腰当て全員みんな似とるで腰袋ウエストと敵の違さあの違いだけ恐ろすね、恐ろみんな恐ろ、ではまあ行ってみましょうか、はい、はい、行きましょう、これやん、違うか、ヘルメット作るっていうのはこのヘルメットがいいですって言って、そうそこにでつけてもらうんですか、そうステッカーの貼ってもらう、社名入れてもらって、そうなんですか、この形がいいんだよ、なんかそれかっこいいですね、かっこいいじゃん、はい、でこういうこういうねこういう ロゴをここに持ってくるみたいな、はいはいはい、 MT にするんですか、いやあのほんとロゴ、名刺のロゴ、あ名刺のロゴ、名刺の左上のロゴと一緒、えそれよくないですか、これマットブラックかっこいいでしょ、かっこいい、すごいかっこいいですね、これに黄色にするか、これに黄色か、はい、これに黄色、どっちか、あるやん、それの何ですか、これ寄せって言ってさ、鉄骨のさ穴があってさ、はい、やっぱあんな重いもんじゃん、はい、でしかもでけえじゃん、はい、その全部が全部さ穴ピチッと合うわけないじゃん、はいはいはい、そうだからちょっとずれたりするんだよね、はい、ずれてあんな手で動くもんじゃないからさ、はい、何トンってあるもんで、これをこういうのを入れて、はい、穴のサイズのやつを、はい、思いっきりあのハンマーバチバチに叩くの、そうするとどん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 広がってくるじゃん、はい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 、で隣にボルト入れて取って、はでこいつを抜くとここそこに穴が入るみたいな、全然違うんですね、そうそう全然違う、やってることやってることは全然ちょっと違う足場入れて言ってたんだけど全然ちょっと今違うでしょ、違う、君に決めた、なんか嬉しいな、給与するとこれ変えて、いいっすね、これも1本1万するやつもある、1本1万するやつもある、そうなんですか、これね、うーん、大体みんなそういうの持ってる、あ、そうなんですか、これがさ、はい、このメガネもかっこいいんだわ、あ、もう必要なんですか、必要、へぇ、こういうなんか、ミラー系がいいんだよな、ミラー系が、怖っ、マジで怖いですああ、まあまあ、そっちの方が柔らかい感じがします、そうそう、これ作ろうかな、もう作っちゃおうかな、な、何ですか、ヘルメット作っちゃいましょう、作ろうか、うん、これか、いや、黒ですね、いや、ダッセーじゃん、なんか、分かるみんな白いヘルメットなのに、一人だけ黒いヘルメットなんで白お安いですか、こっちは2500円、あ、白でしょ、5000円くらい白ですね、白でしょ、白ですね、それはネットのその、うん、何でしたっけ、シールみたいなやつってどこで決めるんですか、え、ここ、あ、ここで決めれるんですか、ここで、そう、どんな感じ、へぇ、あ、これか、はぁ、すごいな、ナイル書体色、え、800円ですよ、いいでしょ、ね、1個でしょ、うん、ナイル価格、はい、見とっても全然わからんだろう、わかんないっす興味もないってやつだろ、なんか、ワクワクしますけどね、ワクワクする、はい、何が楽しい、はい、ワクワクするの、ワクワクします、そう、どういう感じ、はい、ワクワクドキドキーでね、そうそうこれでいこう、はい、あとヘルメットや、はい、これと、はい、あとこのヘルメットを作りたいんですけど、はい、マークとか入れたいんですけど、こういうのどうすればいいんですか、デザインとかそういうのは、はい、はい、一応絵とかでも構わないんで、初めて置いてもらうんですよ、はい、あ、そうですね、で、その構成をお作りしますもんで、はい、そのマークになるものの、はい、なんか絵面
スとかを、まあ、ちょっとお持ち込みいただくか書いていただいて、はい、でそれあとは LINE 入れるとかここにつけるとかっていうか、はい、まあもう用紙があるんですけど、はい、それでご記入いただいてまず見積もりさせていただいて、はい、ご予算的に問題なければ構成見ていただいて構成が良ければ問題今それできるんですか買うっていうわけにはいかない申し込みはもちろんできるんですけど、はい、すぐ構成ができるかっていうとちょっとお時間いただいてあそうですかそれが出てきて見てもらって、はい、あ全然大丈夫ですそれは、はい、というような形になります、はいはい、あるんですかそういうマークみたいなあるあります名刺持ってきたねおーいいですねいいっすね代表テラって書いてあるんですなんか、まあ、正面にこのマーク入れて、はい、で、左の会社名入れて、はいはいはい、右に安全第一、はい、で、ラインを2本入れてっていう感じはいはいはいなかなかね、一からやっぱ作るってさ、かっこいいじゃん、はい、ヘルメットってそうっすねこの作った方がいいんじゃない普通にはい伊藤光也ってヘルメットいいっすね足の上登るだろ登ります登りますみんなヘルメット作ってみましたってはいやってみる面白そうっすねいいっすね、これでいいっすね会社体で会社体で黄色がいいんですけど、黄色もそれデータもらえるんですか、ね、こんな感じになりますよ、はい、出せます、出せます、うん、これ聞いてみますね、見積もり上げるところではい、ということで、ね、一応道具と、はい、なんと今日念願のヘルメットちょっと申し込みね、はい、一応申し込みしたんで、はい、まあこれで、まあ、一応まあ僕もね、はいやっぱなるべく安いとこに頼みたいじゃん。はい。まあ、あと2社ぐらいちょっと見に行く。これから2社ぐらいちょっと見積もり取るもんで。まあ、マジっすか？まあ、マジ。へまあ、そん中で、まあ、早いとこで、ね、安いとこでね。はいはいはい。できれば。結構な値段しますね。結構な値段するともう1個だね、6000、7000ぐらいいくんじゃない？あ、マジっすか？多分。最初型がいるからさ。はいはいはい。型入れるのに、やっぱ1個1500円ぐらいいるって言っとったから。はい。まあ、それも合わせると結構高くなると思うけどまあぜひねできたら次は MT 工業、はい、ヘルメット、はい、障害、はい、耐久性どこまであるかみたいないいですね、うん、大谷チャンネルの方それちょっとなんだっけ大谷会社に寄せる日常で全く関係ないやりたいと思いますんで出てきもしないですから僕はそうだね、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、あとチャンネル登録とね、はい、コメント、はい、あといいね、はい、ぜひお願いしますね、はいまあそろそろ多分MT チャンネル作りますんで。お、マジですか？はい。おー。もうぜひ MT チャンネル。MT チャンネルはバケコンやったらバケコン、バケコン、バケコンしかやらないから。分かった？わかりました。さあです。はい。また見てね。恥ずかしいんだよな、あいつ。